皆さんこんにちは、ナフィーです。今回は純粋精霊の攻略についての動画になっていまして、攻略におすすめなキャラでしたり、立ち回り注意するべきことについて丁寧に分かりやすく解説をしていきますので、純粋精霊が苦手でソロではなかなか倒せないという方はぜひ最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。そしてこちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。今回も動画の概要欄と再生バーにチャプターが記載されていますので、お好きなところを見ていただけたらと思います。まずはじめに純粋精霊が出してくる敵ファントムの特徴と対策方法について話していきます。ファントムの種類はイノシシ、リス、ツル、カエル、タカ、カニ、スズメ、アヒルの全部で8種類になります。この中でいろんな人を悩ませているのがおそらくこちらのタカになるんですけど、こちらがですね、空中を飛んでいまして近接攻撃のキャラだと倒すことができなくて、しかもタカが同時に3匹出てくるので結構すぐにやられてしまう、すごく厄介な敵になっております。タカとの戦闘では砲撃キャラで戦うとすごく倒しやすくなります。次に大変なのがスズメとカエルですね。この2体は倒すのはねそんなに苦ではないんですけど、倒した後に泡の攻撃をしてきまして、これが範囲がすごく広くてほぼほぼ回避が不可能なんですよね。なので対策としてはシールドキャラを入れたり回復キャラなどを入れてダメージを受けても大丈夫なようにするのがおすすめになります。あと個人的にはカニとツルも結構めんどくさくて、カニは横歩きで近寄ってくるので近接攻撃のキャラだと攻撃が当たりにくかったりします。しかも結構泡攻撃が痛いので、こちらもね結構シールドが大切になってきます。カニの対策としてはタカと同じく砲撃キャラで戦うと倒しやすいです。ツルに関してはプレイヤーに近寄ってくるわけではないんですけど、鶴の遠距離攻撃が結構強くて、3体同時に撃ってきた時に当たってしまうとワンパンされるぐらいダメージが多いです。なので鶴はね出てきたら左右に動きまくるか一番最初に倒すのがいいと思います。以上の敵が主に皆さんを苦しめている元凶なのかなと思います。では今回のメインである純粋精霊を楽に倒すパーティー編成を紹介していきます。中1号としましてはある程度育成が進んでいるのが前提になっています。さすがに全員レベル1とかだと厳しいですので把握をよろしくお願いします。ではメンバーがこちらですね。ガイア、リサ、バーバラ、ノエルの4人になります。こちらの4人の役割を話していきますと、ガイアが凍結要因でガイアがいるだけでも結構ねスムーズに攻略ができます。ガイアの元素スキルはクールタイムが結構短いんですけど、その上に凍結時間も長いのでほぼ無傷で敵を倒すことができます。リサは遠距離で攻撃ができまして、加えて雷元素キャラなので感電で追加ダメージを与えることができるので本当におすすめになります。バーバラは回復要因で入れております。ノエルはシールドとタンク要因で入れております。ノエルのシールドはかなり硬いのでかなり便利なのと、防御もかなり高いので泡の攻撃を代わりに、ね、受けてもらえたりもします。ざっくり話すと役割はこんな感じになります。ではなぜこちらの4人をピックアップしたのかと言いますと、ガイア、リサ、バーバラは配布でもらえますし、ノエルは初心者ガチャでね確定でもらえるので誰でも持っているからになります。この他にもし持っているのであればディオナがいるとさらにクリアが楽になります。装備に関しては自身が持っている強い武器をとりあえず装備させて、生物はおそらく冒険者ランク30から45ぐらいまでの方が結構苦戦していると思われるので、星3と星4生物の旅人の心や同じく星3星4生物である勇士の心があると敵が倒しやすくなるのでおすすめになります。では実際に戦闘を見ていきたいと思います。戦闘中は喋らないでテロップだけ出していきますので、じっくり見ていただけたらと思います。
というわけでね、こんな感じでクリアすることができます。では最後に今回のまとめになります。今回は純粋精霊の攻略について解説をしていきました。パーティー編成はガイア、リサ、バーバラ、ノエルで、こちらで全然クリアできたので、この編成をね真似していただけたら攻略が簡単になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。もしパーティー編成お困りでしたらコメントの方よろしくお願いいたします。こちらの動画が良かったと思っていただけたらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。